ちは。今回は SRC の海上解体におけるマグネット付き小割り機コスモ2000の稼働事例をご紹介したいと思います。磁気鉄板の移動からスクラップの移動、そして柄の小割りと鉄筋の回収、これらを小割り機がどのように効率的に作業するのかご覧いただけるかと思います。小割りが終わり、下の方に柄を落としますが、粒度が細かく鉄筋はほぼ 100% 回収されています。鉄骨でフロアをきれいに掃き掃除しながら柄を下へ落としていきますが、この柄を落とす際にもマグネットをオンにして鉄筋を回収しているわけです。いかがでしょうか、このハイブリッド作業。あ、まだ回収できました。非常に細かいレベルまで回収にこだわっています。ほぼ 100% 回収できていますね。今もマグネットスイッチはオンになっているようです。あ、回収します。このレベルの鉄をですね、回収しているんですね。このハイペースの作業の中でもこの回収率のこだわりはやはりこのマグネットなしには実現できないと思います。回収への執念が伺えるような作業ですよね。そして、敷鉄板を今マグネットで吸着しています。で、この5階、ダメ穴をマグネットを使って鉄板を移動して塞ごうという作業です。人を使わずこのように機械でダメ穴を塞ぐということで安全性も確保できているんだと思われます。 SRC のスクラップの移動、ツースで掴むものとマグネットで吸着するものと2個同時に移動しています。効率的ですね。ご覧ください、小割りが終わった機械の表面の様子です。非常に綺麗な解体現場です。いかがでしたでしょうか。非常に綺麗な解体現場を実現するのに欠かせないマグネット付き小割り機の稼働状況をご覧いただけたかと思います。以上です。